半前川先生です、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいてですね、日本一から世界一になり、1位の座を得たバイナリーオプションスペシャリスト社の半前川先生です、当時は1億円近く投資しておりました。今回紹介するのは半前川先生のインディケーターです。このように勝率 100% シグナルは3回、9.167 ピプスの利益ということですね。でこれは設定値3つ、こちらのインディケーターのこの3つの上の設定値ですね、順番にこれこれこれが設定された数字が入ってます。なおですね、こちらの00はね、登録あるものだと自動的にここにね、この設定値が入れられるということになります。どちらか0なんですね。販売中のこれはございませんね。これはシフトです。で、これはねデモではありませんけど、ライブではあります。それで、この数値はこれより大きくしてはいけません。ということでね、この数値よりか下でないといけませんね。そこら辺ちょっと注意してください。で、設定値をですね、ここの設定値を例えば27でね、でこの設定値を1500にしたとしますね。ね。で、これはライン数ですね。これは処理ができる範囲、また個々のね、このライン数、分析したいライン数に、の数にしてます。表示の数ですね。ということですね。で例えば26の1500でやったときには、どんな勝率で、ね、稼げるでしょうかということですね。これは炎が出てくるわけで、27,500 のライン数ですね。そうしますと、この勝率もいいですね。100% の3個のシグナルが出てますよ、と。ね、これで1個、2個。ですね。こうですね、こう出てですね。ね。ここ勝ち、ね。ここ勝ち、ここ勝ちですね。というわけですね。で、いろいろこう設定してみまして、ここの勝率 100% が一番いいんですけどね。この投資数が多いと、このシグナル数が多いと、再現性が次に出たときに出やすいということですね。少ないと再現性が少ない場合がありますね。で、これ1回の利益ですね、が 9.167 ピープスということですね。この平均ですね、この3つのシグナルのね、この3つですけど、1、2、3とも、もう1個向こうにありますけどね。その平均がこのピープスであると。だから、ここから出て、勝つまでの、大きく余裕があるかということですね。平均の平均になってますね。このようにね、設定値で、この勝率のいいものを、例えば、じゃあこれ32にしてみましたらどうかなということですね。ということですね。ちょっともう一回。としますと、まあ、9.16 なんですけど、もうちょっと違うのやってますかね。1500割として、地味でやったらどうなんでしょう。ね。かっこいいですね。これで 100% の17.60 ピップス
ですね。1、2、3。強いて出てくるわけですね。ここまでですかね。ここは上限広げてあるので、わざと刺してですね。ということですね。結構ありますね。それで、これを1万5000ぐらいにするとね、これ以上なんで、ここはね、これどうなったかな。ちょっとこれちょっと忘れちゃったんで、どうなるかちょっとね。あとですね、これ自動でね、延長されるんです。ね。で、この時は 62.5% の、ね。この数字をね、これよりか下でないといけないんですよ。同じか下でないといけないですね。で、これは 62.5% のこのシグナルであると。ですね。で、ちょっと、めちゃめちゃ多いということですね。設定ではね、これ1万5000したんだけど、ここの数がこれよりか下だから自動的にハッピングされたんですね。で、あんまりこのライン数が多くなっちゃうと表示できないことはですね、この分析数が限界がありますからね。そこに注意してくださいね。で、これちょっと待って、これ3、50度ぐらいしたくなると。ここの使用だと 50% の2個で、ね。これはマーケーですね。50% だからね。ですね。まあ、こんな風にしてね、良い設定値をこう探ってみるんですね。これこんな適当にやったと、こんなのがちょっとですね。これも 50% の2ですね。ここの設定値はね、5万ぐらい。これは100ぐらいか1000ぐらいまでですね。できます。で、これで、こう。ね、このようにね、設定値、まあ、これだと、この設定だと、55の1万5000の1万5000だと、こういう状態であるんですね。これちょっとリセットして、通常のね。で、これを70にして、こう、5ぐらいしたらどうなるのかな。こういうシグナルですと、100% の2回の取引で1個あたりの平均が全体から2個のね、2個の平均値、1個の、2個の平均値が 9.7pips ですね。設定値は77,555,2620ということですね。このようにね、インジケーターですね、このように設定してですね、分析させます。ね。設定した数値で、この勝率と投資数と、ピップスが多いのを選ぶわけですね。で、このままやりますと、同じ系統でできたシグナル出しますから。ね。他でも、こう、やりますけどね。今、これ登録あるやつなんですね、このインジケーター。この通貨国、このインジケーターで登録あるやつなんですけどね。00にすると、登録あると自動でね、こう、トーディング設定。100% が8個ってですね。こういうのがありますよってですね。ね、ここ、合計8個あるんですよね。1620ライン中ね。こういうことですね。で、
勝率のいいシグナル、これ15秒のバイナリーオプション用なんですね。シグナルが来てから15分前から15分前、15分前からね、10分前の間ね、で投資するんですね。3つありますよ、ハイアンドローシャー、投資する際、通貨国で、ね、その一番ね、1個、2個、3個ブロックあるんですけど、そこの一番左側のブロックで投資してください。10分前以上にで投資してくださいね。から15分前までですね。前とで投資するということですね。そういうふうなことですね。まあ、ここら辺は適当にこうね、市販されてるのはこれはありませんけど、私のですけどね、これが22ってやって、これを400ってぐらいをやってると、これどうなるかなって感じですね。この3個あるわけですね、1人ずつね、ということですね。3個シグナルがあって、ピープスパーセントと出ますね。こういう勝率であるということですね、ということですね。浜先生のインジケーターの